お待たせしました。こちらのマンション知ってますか？何これ？ここで違法にそういうお遊びをしてる人たちがいっぱいいるマンションらしいんですよ。本当に？俺その話知らんっちゃけど。何人と？びっくりした。なんで気づかんと毎回。ちょうど今気になって AKB 調べてたんですよ。今さら AKB ってあれチーム制なくなったらしいですよ。 AKB マジ？チーム4とか今ないと AKB 遊び行くぞお前。いや調べたんです。あ、そうだ。今日は何するんですか？日暮里人や行ってほしい店があると。わかりました。何？テレクラ。もう行ったけんそこ。今日行ってほしいのは、態度悪いな。今回行くとこさ、多分お前好きやけん。生まれたての姿の女がハプニングをいっぱい起こしてくれるマンションに行ってもらうけん。ハプニングを起こしてくれる。そう、ハプーバーみたいな。なんかね、ちょっとそっちに近いかもしれんと思っとうと。じゃ調べたところによると、店なんですか？そう、店みたい。え、それはちゃんとした風の店の。いや、あのね、どっちかって言えば裏寄り。あー、なるほど。明確に受付とか場所が書いてないと。うわー、出た。連絡スタイルよね。ハプニングバーやん。ハプニングバーってさ、最近場所出とうけどさ。じゃあ、メイン屋さんやん。もしかしたら、そっちに近いと思っとっちゃう。だけん、まぁ、ちょっとさ、歩きながら説明するけんさ。わかりました。向かおうか。はい。じゃあ目的地まで向かうけん。今回どういう感じのシステムというか、調べたところでちゃんと話聞けって。てかこれからさ、もっと衝撃的なもの見れるけん。そんなすごいの？すごいみたいよやっぱ。いや僕の中リセって時点でちょっとあんまりそういうのはないですけど。めっちゃ揺れてた。めっちゃ揺れてた。さっきからそういうとこしか見とらんとね。それ以外見るとこある？まあないよ。あんたが突っ込まんかったらこんちゃんね終わりやで。確かにそれはそう。話戻すな。一応そのお店っていうか、そのいわゆる集まり、はいはい、創業して30年ぐらいついとらしいじゃん。まで？そう。すげえな。結構歴史があるみたいだね、はいはい、まあ俺も調べて知っちゃうけどさ、はい、まず店に受付をするためのシステムが、まあ、ないけどさ、はいはい、電話をするっちゃうんで、はいはい、そしたら本当に嘘か分からん。分からんっちゃうけど、電話して場所を示されるところに行け、そこまでに3分で来いって言われるらしいよ。だから時間を指定されるみたいな。はいはい。だからこれ3分遅れたら何があるっちゃろうねっていう。で、しかもちょっと違うのが、この店女の子が複数人で相手をしてくれるみたいじゃんね。え、すごい。それはすごい。でもちろん、はい、言ってください。みんな生まれたての姿。そういう、ほんまにそういう感じない？そう。面白いのがさ、人数がわからんと。だから2人おる時もあれば、3人の時もあるし、4人の時もあるみたいな。ワクワクしてる。お遊びの内容は最後なんですか？これね、多分最後までできんと。なんでなんで？書いてあるっちゃけど、女の子の重要な部位あるやん。はいはいはい。俺たちの攻める3ポイントね。はいはいはい。そこに触れなしっちゃ。何がいいんすか？だから、フィニッシュはルフィつけてのハンド。みたいな感じみたいっちゃけどね。ただ、どっちかっていうと、生まれたての姿の子に囲まれるっていう体験をするもんじゃないと。そういうことね。まあそういう感じでさ、楽しんできてもらったら嬉しいけん。僕はやっぱモテモテですから、もう普段から女性に囲まれて女ずですからね。最近さ、そのさ、スーツケースもやけどさ、でも二次元にハマっとっちゃう今。だけ今みたいな妄想するっちゃう。急になんで止まって。捨てられたんかな？いや、もう犬嫌い。俺の人は嫌い。急に止まって何なんすか？そういえばいつものやつやっとらんかったなと思って。あ、もう分かったと？おかしいから、出題者側が。常識的なやつにしちゃうよ。だってコメント欄も荒れてたよ。荒れてはないよ。千円札以外にもありますけどね。めっちゃ買い取ったね。ありがとうございます。守っていただいて。で、何なんですか今日のお題は？本当にじゃあ常識的なやつよ。はい。世界で一番大きな島は何でしょう？島？島。え、めっちゃ簡単じゃないそれは。分かると？ウイルス。一つしかないでしょ。いっぱいはないよ。世界で最も面積が大きい島よ。黄金の国ジパング日本です。どうですか？色っていうとこだけあっとったかな。色？グリーンランドと。グリーンランドって何？粘膜領。ええ、ね、粘膜領。粘膜領なんて言う？デンマーク領。あ、デンマーク領って言ったら絶対一般常識じゃないね。常識じゃないとこれ。え、聞いたことある？グリーンランド島なんて。おろしとてよ。で、この町はですね、急に始めるね。昔から夜のお店の発展場というか、近くに泡とかがいっぱいあるんで。お前が好きな発展場よね。はい、はい、つったな今。やめて。なんでそんないじってくるんですか？いじりがいしかないもん。むしろいじられたくてやっとうよね。いじられるとこなんて一つもないですから。いじりキャラやで、私は。人の整形とかな。は？は？いや、あのさ、もちろん撮っとったけど、めちゃくちゃ見られとったけんね。何をしたかったぞ。いや、キモいって。どうせ。これちなみにさ、目的地あっとうと？どこ向かっとうと？いや、知らないっすよ。坂上さんが知ってるの、目的地。は？だって、お前が電話するっちゃう。僕、サイト見たことないです。だって、坂上さんが店調べて、今回の情報でしょ。そうよ。坂上さんについてるの。いや、だけど、お前が先頭切って歩くけんさ、ついてく形になるっちゃう。もう出して、あ、そっか。じゃあ、先歩かないと。坂上さんが悪い。僕悪くない。お待たせしました。こちらのマンション知ってますか？何これ？ここで違法にそういうお遊びをしてる人たちがいっぱいいるマンションらしいんですよ。本当に？俺その話知らんっちゃけど。嘘でーす。
なんで生きとっちゃろうね、こいつ。てか、俺、だけ、なんで先頭切って歩くと？だから、マクド行ってくれって言われたから、マクド調べて言ってるんですよ。まあ、いいよ、ほら、どこ？マックないっちゃけど、どこ？マックって売って、モスバーガー出てきてんのは思うよ。は？いや、マジ、キモいって、なんで？え、なんでここにたどり着くと？は？これが皆さんがご存知のマクドナルドです。正直に言えって、モスで入れとったっちゃろ？スマホの中に。間違えた。ようやくマックが見えてきたけんね。おい、ドラなっとんねん。駅の目の前やないか。お前が先頭切って歩っけやろ。止めたらええやん。そこですよ、言うて。だってなんか目的あると思うやん、普通に。違う。そんなね、閣下先頭行って、ここ。何個言った？ここ僕、先輩と一緒に営業に掘りに来て、帰りに昼飯で食ったんですよ。あ、お前があの切り刺す人やろ。違う、その人じゃない。あ、違う人？優しい先輩やけど、うん、その日僕、営業資料持っていかなかったんですよ。は？なんで？忘れてた。多分おかしいやろ、お前。けど、まとめた資料1枚だけがなかった。入ってたよ。前使おうと思ってたし。うん、何も今んとこ焼け石に水やけんね。全く関係ない提案の資料をパーン出して、はい、意味不明でしょ？何でも僕に聞いてください。全部あなたの疑問解消しますから、みたいなこと言ったらめっちゃ好きになってくる。それ丸まったぞ、ちゃんと商談は、うん、契約取りました。普通にすごいけん。行こう。最初さ、でも資料忘れた時も地獄の空気やったよ。まあそりゃそうよね。先輩もすいませんっつって最終的に丸まったんやけど、やっぱご指導はいただいたよ。やっぱそりゃそうなるってね。だけどちゃんと言った、うん、忘れてません、戦略です。こいつの先輩絶対嫌やな。あ、うどんや。じゃあ坂上さんからもらった、見ちゃったっすけど、僕てか1個いいですか。何？ちゃんと書いてるわ、ホームページ。こういうことはできません、こういうことができます。あ、やっぱ書いてあるっちゃね、ちゃんと。読んでないんか。じゃあ、とりあえず電話します。すごい、03から始まってるよ。携帯じゃないんやね。店構えとけ、そうなるっちゃない？あ、はい。あ、初めてです。電話あったぞ。はい。ここからあれじゃない？時間との勝負じゃないと。いや、なんか最初びっくりされた。なんで？普通の人はなんか日暮里について電話して、で、一旦ここまで来てくださいって言われて、また違う場所に移動するんですね。うん。僕もうだって、いきなりここ来てるからさ。確かに。お客さん、え、なんで知ってるんですか？やばいね。スロートありますって言ったら、いや、サイトで見まして。で、言ったらなんか、なんとなくないよ。予習ができとう感じやけん、いっちゃない？とりあえず怪しい感じしたね。あ、まあそうなんだ。受け答えだけで。ちょっと楽しみやね。じゃあ、行きましょうか。お願いします。チャンネル登録、本気でお願いします。なすぞお前。やっと着いたんですね。どこ行くんすか。レポよレポ。まずは料金から行きましょう。お願いします。1万1000円です。1万1000円。1万円か遊びたい。なるほど。1000円は入会金みたいな。なんか入会金もうちょっと高いんやけど、なんか割引が勝手につくらしい。へえー。で合計って決まり。相変わらず割引対象やね。向こうがしてくれてるからね。確かにね。そんな料金を置いといてお店ですよ。びっくりしたのが、男の人となんか話したのね、最初。はい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 。10分ぐらいね。それお前は希望して？店長っぽい人がめっちゃ喋り上手くて、うんうん、で坂上さんが説明した内容みたいなのがやっちゃダメですよみたいな、はい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 、したらどうなるんですかって聞いたらムッてさ、なんでさ言わんでいいこと言っちゃうっちゃろうねお前は。気になるのがその後や。そうやね。まず部屋入ったら案内される、うん、女性に。で今回部屋の雰囲気こういう感じでマンション、はいはいはい、 L、3L ぐらいの、いつか住めたらいいね。 DK ちゃんと言わして入ったら次女の子生まれたての姿で待ちわびてるんですよ。あ、出だしから、はいはい、びっくりした。その子がちょっとシステム説明してくれて、はいはい、まずなんか飲み物飲むらしくてね、うんうん、飲み物飲んだんです。もう一人いて、おそらくこの二人とお遊びするんだろうな。この日は二人体制の日やったってことかな。そうなんですよ。うんうん、うん、まず付付っていうか最初に優しくしてくれた人、誰に似てるかお願いします。ちょっと年を取った中肉中背の、うん、ビッグマムや。外れちゃう。なってるんや。それ別にさ、生まれたての姿でも俺嬉しくないっちゃけどと私は思ったんです。二人目、うん、その子はソファーみたいなとこ一人で座って勇気を出したんですよ。どうやって声かけたと思う。顔面いじり。いや、もうそんなくだらんことせん。どうせ次の動画でもやるけん。前世でお会いしましたよね。この入りはめっちゃ刺さるね。もうだって女の子が3匹ぐらい、え、なんて言いました？何一つ刺さってなくない？それこの子のお顔なんです。うん、北川景子。お、いいね。うん、うん、タス白石舞。めっちゃいいよ。タス足かきらら。いいよ。タス、うん、山崎芳生です。変なもん足すな。まあ、最後の山崎芳生を最後引いてください。めっちゃ可愛いでしょ。うん、可愛いよ。びっくりした。もしかしてこの二人とまあ始まるのかみたいな雰囲気じゃないですか。そうよね。この二人目の人のスタイルやな。おばちゃんはもうそのままビッグママやから、うん、体型も全てがビッグママ、うん、この人はねスタイルはちょっとぼっちゃりが好きな男子だったら許せるなみたいな、うんうん、君ぐらい。俺太ってないからちょっと筋肉質なだけ。うるせえデブ。気になるのは彼女のプルンプルンちゃんじゃない。あ、プルプルプリン、まあ、プルンプルンぐらい大きいのかって話ですけど、うん、ちっちゃかったっす。ちっちゃかったかてなぁと思いながらも見た瞬間すごい気づきがあったんですよ。じゃああれか、今んとこさおるのってさビッグマムにペチャパイ北川景子。
にいろいろ足してほしい。で、宝石が入っとるんよ。だから宝石引いたんやって。その彼女のプリンプリンのニューのリン、そちらはどうなんやと。はいはいはい。こう薄ピンク。おー、いいね。これだけで全てを解消します。すごいね。色だけで全部。これすごいのが、最初僕もう一気に生まれたての姿になって、僕暴れ回ろうと思ったんです。うん。最初まずバスタオルを履かされるのよ。バスタオル履かされる？隠すの。あ、はいはい。ま、巻かれるってことね。そうそうそう。いきなりやろうとしたら、うん、ちょっと待ってみたい。最初はお話をみたいな感じない。なるほどなるほど。それビッグマムに言われて。マムにね。ビッグマムとそういうことすんのみたいなって。うん。それはいいわと。ビッグマムと今回北川景子ちゃんと呼びましょう。景子ちゃん目線で合図を送ってんのよ。ほう、はい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 。つくみたいな会話いろいろするやん。多分10分ぐらい人生聞いたんや。また聞くっちゃね。したら時間がないみたいになって。びっくりしちゃう。女の子2人と喋る。うん。ここで印象深かったのが、つい2人が同時にアタックした。アタックね、うん。確かにこの快感はすごい。僕はそれでね、最終的に詳細は話しませんよ。わーっていろんなその夜のお店でするようなことをして、僕は攻撃一切できないです。うん。やれるがままなんですけど、だから僕ここでね、心残りが1個だけあったんです。正直2人対1、うん、ビッグマンもいらなくない？まあ俺もそう思っと。そろそろルシリッシュしそうみたいな。はいはいはい。ルフィ君もね、早いうちにつけていただいてて、結構時間はやっぱルフィ君だから、うん、かかると思ったよ。はいはいはい。全然そんなことね。そんなことない。だって目の前北川景子だから。ああ、なるほどね。だけどちょっとビッグマンを見て、うん、自分を沈めるみたいな。お前さ、そういう使い方すんな女の子。やってたんだけど、もったいないやん。もったいない。北川景子だけでいいやん。そうやね。だから僕すいませんと、この子だけと遊びたいんで、もうここに来て大丈夫ですみたいな。言ったらすごい空気になって。なるよね、そりゃ。お遊びも止まって。まあそうよね。それはちょっと常識的にみたいな感じの空気やって。すごいね、今日鉄塔鉄尾常識ないけんね、お前。そのまあ北川景子ちゃんも、え、なんでそんなこと言うのってなったらしいの。うんうんうん。なんで見踏みやけど、いやとか思ったこと言うやん。いや、あのババアさん必要ないでしょって。ババアって言ったと、お前。あっちに聞こえないよ、言ってる。北川景子にはあのババアと僕はそういうことしたくないと。うん。君とはお遊びしたいんだ。結果的になんか空気が悪くなって。うん。ノールシミッシュ。嘘。ここまで来て？ダメらしい、そういうの。人としてね。店のルールってなんか分からんけど、それはないですわみたいな。向こうも下がっちゃった。俺ホームページが中で見たっちゃけどさ、紳士的な遊びができんかったら次からいけんじゃないと。そこか。店もなんか軽い感じでバーって、まあお疲れ様でした、ささみたいな。うんうんうん。招待とか。どうやったんすあんな店。違う違う。二度といけんとよ、間違えんで。あ、女性の人生聞いたけどどうします？ちょこっとだけ喋っときます。そうね、簡単に喋ってもらったり。ほんまに印象深かったことがあって、彼女三つ子です。三つ子。北川景子さん。マジで？マジで？嘘です。は？何を聞いたとお前。双子です。ああ、めっちゃかわいそうやぜ。無断で無駄に持ったん一人。もう一人がブサイクな双子らしい。マジ？あるやん、双子でも全然。ああ、あるね。うん。そのパターンで最初の方は美人だからもう褒められて褒められて褒められてたらしいの。うん。けどブスの妹の方が能力めっちゃ高かったらしいの。はいはいはい、はい、勉強はできる、うん、いいところに就職するみたいな。はいはいはい。じゃあその稽古が全部顔だけ持ってたじゃね。そう、だから家族からもそういう扱いを受けて、うん、妹のことだよね。なるほどね。春季に家を飛び出して、うん、夜に目覚めました。なるほどね。だからここにあそこにいる人たちはお店なんかな、働いてるとかじゃないかもしれない。まあでもお店があるっけんさ、なんか楽しんできてるみたいな。ハプバーと一緒なんじゃん。どうなん、ハプバーはさ、どこの店にも所属はしとらんけんさ、店に所属しとう以上は店のこっちゃないとって俺は思うけどね。みたいな感じですね、今日は。ちょっとかしこまって。ルシファーさん、なんでしょう。今までさ、いろんなお店行ったと思っとっちゃけどさ、はい、まあ、今回の店さ、その中ではちょっと今までと毛色が違うやん。改めてベスト何位ぐらいで入る感じでした？あ、息違うぞ。なんで先導するとだっけ。ベスト10には入りませんね。でもメインズコート。ほんと自分勝手やな。